25日に行われる大阪マラソンの招待選手が5日、発表された。男子はパリ五輪代表の最後の1枠の選考を兼ねており、3月の東京と合わせて設定記録2時間5分50秒を突破した最速の選手が代表となる。国内招待選手には、昨週のマラソングランドチャンピオンシップ、MGC、で優勝してパリ五輪代表に決まっている小山直城、本田に加え、土方秀和、旭化成を筆頭に、高久龍、ヤクルト、井上王人、三菱重工、大塚翔平、九電工と2時間6分台の記録を持つ選手が4人集まった。招待選手の川内優輝、相生日生同和損保、は左臀部の故障で欠場する。パリ五輪の代表は MGC1 位の小山と2位の赤崎暁、九電工が内定。設定記録の突破者がいない場合は MGC3 位の大迫傑、ナイキが代表となる。最後の選考レースとなる東京には日本記録保持者の鈴木健吾、富士通、山下一貴、三菱重工、らがエントリーしている。